神のライチャンネル。私からこんにちはじゃないな、こんばんはだ。ですね、この iPhone 修理、あとスマホコーティングの店舗がありまして、今隣にいらっしゃる彼が店長です。おはようございます。みんな上面に修理していただきます。いいないいな。今日はちょっとお試しで。あ、お試しで、はい。コーティングは iPhone に限らず、Android スマホやタブレットなどにも対応しております。表面の汚れをきれいに落とした後、コーティング用の特殊な溶液を塗り込んでいきます。清掃、塗布の作業ともに、丁寧にしっかり行う店長さん。スピーディーなプロの技が光ります。コーティングは、画面だけではなく、スマホ前面への施工の他に、スマホ以外の、あらゆるデバイス、メガネ、腕時計、スマートウォッチにも対応。詳しくは、お店までお気軽にお問い合わせください。引き続き作業は続きます。最初のコーティング液をしっかりと乾燥させます。画面が割れてしまっていても、ガラス交換が可能です。対応機種は、ホームページをご確認ください。乾燥は焦らず、しっかり行いながらも、迅速なプロの作業です。乾燥後に、2度目のコーティング液塗布を行います。これも、しっかり、丁寧、スピーディーに進められます。コーティング漏れのないように、全面に、しっかり、均一に、専用の液体を塗り込んでいきます。2度の専用液塗布の後、精製水でコーティングを慣らして、硬化後に磨き上げてフィニッシュ。作業時間は約5分。ドリンクを飲み終える前に終わってしまいそうです。いい？では実際にコーティングになってるかどうか試すんです。よっ、おお、すごい、すごい。よって鏡割りみたいな。全然傷がついてません。最高です。すごいね。みんなもやってみてください。携帯こんなに高い。店長の吉井さんです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。コーティング。これで割れないようになってます。みんなぜひ見に来てください。コーティングでやってみてください。